に落ちるか。体一つに魂一つ、命において神羅万象の決め事よ。わしの霊魂が取り付けば、お主の魂は押し出される。雪の城の体を奪うはずが、割り込んだ姫君のせいでこうして小娘となって生きねばならん。逃がさぬぞ、ジンクロ。出家の身でありながら浅ましき姿になり果てたるは、桃姫の魂が見当たらない。先ほどの騒ぎに乗じてあの坊主めにかどわかされたか。術が破れたからには桃姫の魂に何があってもこの肉体の命が危うい。あれを野放しにはしておけぬ。
ぐにも追わねばならぬというのに、グズグズしおって今菊目。まだこのか、刻限はとうに過ぎておるのに。いつもながら狐とは思えぬ見事な化けっぷりだが、待ちくたびれたぞ今菊。申し訳ございませぬ。遅れましたのは関道参道に張られた結界を避けるのに大回りしたためにございます。嵯峨野からは街道に出られず、北に回り越中越後へ、次に飛騨から野麦峠を越えて信州に入り。もうよい。お前の話はいつも長すぎる。して例のものは持ってきたか。青州の東照、千字村政、その御霊の宿る沖縄面、ここにお持ちいたしました。村政ほどの妖刀でのうては、我がおぼろ流剣術の進化は表せぬ。すぐにも欲しい。行くふりでも構わん。では刃にまといつく切られた者の魂をお分け与えください。そんなものでいいならいくらでも用立ていたすぞ。手当たり次第に切り捨てて、嫌というほど燃え立たせてくれるわ。されば村政殿も喜ばれ、新たな刀を次々と打たれましょう。いつもながら狐とは思えぬ。もうし下がってせい村でそされ妖刀と名の付くからにはそれ相応の触りがあってのこと。見入られることなく刀の容器を制して操る剣術がおぼろ流よ。いくら折れようとも鞘に収まれば血をすするためによみがえる。そ社に収められた面を持ち出したのが狐仲間に知られれば、これもひとえに甚九郎様がためと。坊主らは道という道に網を張り逃がさぬつもりらしいが、神馬両断の村政があれば結界など物の数ではない。何はさておき、今は急がねばならん。墓場の堂でお前を待っておる間に面倒なことになった。東海道より付きまとっていた蘭海という坊主に玉写しの術を破られ、肉体の元の主桃姫の魂を取られた。あやつの口ぶりでは箱根を越え江戸に下る算段であろう。居所を探せ今菊。魂に何かあればわしが死ぬる。そんなことにはさせません。お任せください。千字村政なり。刀は切れ味こそ神髄と、生涯それのみをただただ刀のできたるや毛量基準ばかりか天神地義に至るされど、魔剣に光るる猛襲にてな。